ローレンスはアメリカ海軍の駆逐艦、ベインブリッジ旧駆逐艦の8番艦。艦名はアメリカ海軍の英雄であるジェームズ・ローレンス大佐にちなむ。その名を持つ艦としては3隻目。ローレンスは1899年4月10日にマサチューセッツ州ウェイマスのフォアリバーシップエンジン車で寄港、1900年11月7日にルース・ローレンスによって命名。 浸水し、1903年4月7日に、艦長アンドレーム・プロクター大員の指揮下収益した。第二水雷小艦隊に配属されたローレンスは、大西洋騎士沿いに、作戦活動を行い、1903年の夏は、ニューイングランド沖で、艦隊探索任務に参加した。12月17日に、ノーホークを出港し、冬季演習に参加するため、キーウェストに向かった。 1904年にローレンスは、水雷訓練艦として、士官候補生の巡行を行った。その後もカリブ海での演習及び、西海岸沿いの訓練を行い、1906年11月14日に、フィラデルフィアで退役した。ローレンスは1907年7月23日に、最終駅し、ノーフォーク沖での訓練任務を再開した。12月2日に、 ハンプトンローズを出港し、水雷召艦隊と共に、カリブ海、南アメリカでの冬季艦隊訓練を行った。1908年4月28日に、サンディエゴに到着し、8日後に、グレートホワイトフリートの一艦として、サンフランシスコを出発、サンフランシスコ湾に向かった。続く4年にわたってローレンスは、第3水雷召艦隊と共に、 太平洋での作戦活動に従事し、カナダの沖合からパナマまでを巡航し、艦隊演習に参加した。1912年6月1日から1914年4月23日まで、ローレンスは予備役として保管された。任務に復帰すると4月25日にサンフランシスコを出港し、 メキシコ革命の期間中、沿岸の巡視とアメリカ人をはじめとする外国人の保護任務に従事した。9月12日にメアアイランドに帰還し、再び予備役となった。アメリカ合衆国の第一次世界大戦参戦後、ローレンスは1917年6月13日に最終駅し、沿岸防衛隊に配属される。7月29日にパナマのバルボアに到着し、 パナマ運河地帯の防衛任務に従事した。その後1918年5月30日にキーウェストに向けて出港、到着後は沿岸護衛及び巡視船としての任務に従事した。第一次世界大戦の休戦後、ローレンスはフィラデルフィアへ向かい1919 19年2月1日に到着した。ローレンスは6月20日に退役し、 1920年1月3日にフィラデルフィアのジョセフジー・ヒトナーに売却された。ありがとうございます。